ものづくりにおいてメイドインジャパンには強い信頼感があります。それは国内だけでなく海外でも同様です。今回は海外から見た日本製品についてご紹介します。時間が経過しても保温状態をキープできるステンレスマグに関して2つの企業の製品が話題になっていました。その企業とは日本の象印とイギリスのテスコ。象印の製品は抜群な保温効果が海外でも高い評価を得ています。人気の高さから模造品も多く出回っていますが、あまりの品質の差に驚く人も多いようです。コミュニティサイトレディットに両社の製品について語る記事が投稿されました。内容は次の通りです。ガールフレンドの誕生日に象印の製品を買ってあげたら、彼女のママがテスコで買った全く同じものを姉妹が持っているっていうんだ。デザインは盗めても同じ材料を使わなければ同じ効果は絶対に得られないよ。テスコのヒンジやロック機能は象印とは比べ物にならない。テフロン加工も適当でシミになり始めている。それではこの記事を読んだ海外の人たちのコメントをご紹介します。ガールフレンドに本物の方を買ってやったよ。朝コーヒーを作ってバッグに忍ばせた。今開けたらまだ暑いんだけどって文句のメッセージが来たよ。似たような話がある。朝コーヒーを入れて車の中に忘れてしまった。その日の終わりにコーヒーを忘れていたことに気づいて一気に飲んだら口をやけどしたよ。入れてから8時間も経っていたのに。象印を買ったけど一度も使ってないよ。飲めるコーヒーが欲しいのであってやけどしたいわけじゃないから。デスクにあるマグカップに注いで直接飲むことはないから、俺にとっては完璧な製品さ。冷たいものでも逆の効果があるよ。象印は最高だよ。数年間毎日使ってるけど、漏れることもないし、保温状態がよく保たれている。数年前、義母に買ってあげてから、彼女はいかにすごい製品かを語るのが口癖になっているよ。俺は大工で毎日これを道具箱に入れている。多少へこんできたけど漏れないし、すごく使い勝手がいい。可能な限り象印しか買わないよ。今まで見たものの中で一番クオリティが高い。クリスマスにおばさんがフィアンセと私の分をくれた。最初はくだらない贈り物だと思ったけれど、今では夢中になっている。象印の一番高い炊飯器を持っていることを思い出した。もう1年もご飯を食べていないよ。私は一体何をやっているんだろう。バッテリー切れでタイマーは使えないけど、13年前の象印は未だに使えているよ。インスタントポット、圧力電子鍋を試してみたけど、全然仕上がりが違った。美味しいご飯になぜファジー理論が必要なのかは謎だけど、違うんだよね。最初は炊飯器を買って、それから製パン機、ホットプレート、保温瓶を買った。すごく長持ちする。象印が日本国内で作り続ける限りはそうだよ。職人技とクオリティに誇りを持っているから。また日本製品の品質の良さについて語られた別の書き込みもありました。内容は次の通りです。多くの人は通常メイドインアメリカやメイドインヨーロッパを高品質の製品とみなしています。
時にはそれが正しいこともありますが、私の経験では多くの場合、ブランド名や派手さ、過去の実績などのために法外の金額を支払っているだけです。しかし日本製品はほとんどの場合高品質であり一生ものです。トヨタの自動車、ソニーのヘッドホン、ブラザーのプリンター、宮田の自転車、象印の水筒、セルビッチデニム、ヤマハのスピーカー、和包丁、スズキのバイク、パナソニックのパソコン、コルグやローランドの電子楽器など、日本人は細部、耐久性、機能性、シンプルさ、品質、すべてにこだわっています。私が信頼できる製品を見つけたとき、大抵は日本の会社が作ったものです。日本を訪れると、それは彼らの日常生活にも現れていました。ギフトの包装からそば打ちに至るまで、日本人は何をするにも熟練しています。まさに完璧なのです。それでは、この記事を読んだ海外の人たちのコメントをご紹介します。俺のゲームキューブは階段を含めて9回ほど落としたけど、まだ元気だ。Xbox でそれをやったら、多分バラバラになってしまうだろう。日本で本当に驚いたのは、エレベーターの品質の高さだ。俺は日本のエレベーターに乗って、初めて良いエレベーターとは何かということが分かった。速くて加速もスムーズ、音も全くしないし、フロアボタンはキャンセル可能、ドアのタイミングもちょうどいい。ドアの間に指が入ってもセンサーが感知してくれる。これ以上のエレベーターはないよ。対照的にアメリカで乗ったエレベーターはどれもガラクタだ。新しいものも古いものもね。古いエレベーターはまだ理解できるけど、新しいエレベーターでさえひどいんだ。ドアが閉まり始めるまでに時間がかかるし、閉まるときはガタガタと揺れた後、急にバタンと閉まる。操作パネルのボタンは全くキャンセルできない。動いているときの音はうるさいし、床とのズレや隙間が大きいことも多い。振動や変な匂いがすることもよくあるんだ。俺の三菱の車は走行距離が24万5000キロにもなるけど、何の問題も起こっていないよ。買ったばかりのように動いてくれる。13年前のパナソニックのテレビ、20年前のケンウッドの音響設備、15年前のイスズのトラック、10年前のパナソニックの電子レンジとブラザーのプリンター、全部何の問題もない。ホンダのダートバイクは壊れる気がしない。ヨーロッパ製の何倍も長持ちしたよ。ハイラックスに乗っているけど、トヨタの車は評判通りだ。家族も持っているから何台か乗ったけど、問題が起こったことは一度もない。セイコーもお忘れなく。高級ではあるけど、スプリングドライブは最近作られた時計では最も卓越したものだよ。ギターもそうだよ。ヤマハ、フェルナンデス、東海楽器はアメリカ製の最高品質のものに匹敵するよ。俺は釣り好きなんだ。シマノを忘れないでくれよ。日本製品すべてが日本で作られているわけじゃなくて、同じ設計でも作りが悪いとダメなんだ。ある日本製の自転車の一部は海外で製造されてたんだけど、日本で作られたものの方が品質が良かったよ。日本製品が優れているのは同意するけど、
海外に生産拠点を持っている会社は別だね。最近のソニー製品はマレーシアで作っているから注意が必要だよ。ソニー製品を買うなら日本で買った方がいい。日本市場向けに作られた製品は他の国向けに作られたものとは違うんだ。戦後すぐは日本製品といえば安物って言われていたよね。バックトゥーザフューチャーの中で1950年代にイルドクがそう言って、1985年から来たマーティーが、何言ってるんだドク、メイドインジャパンは最高だろって言うんだ。あれで知ったよ。文化の違いだろうね。アメリカの企業は同じ製品を何度も買わせることに執着している。日本人は一生使うことを前提に買う。違いは明白だね。元ホンダのメカニックだけど、本当にその通り。欧州車は悪夢だよ。日本車がシンプルなシステムにするために的確な解決策を見つけるのに対して、欧州車は年々複雑さを増やしている。欧州車を買うなら、なるべく余計なものがついていない車を買うことだ。さもなければ、異音を聞きながら走ることになる。一生ものの文化が見たいなら、日本に旅行に行ってみるといい。30年前の地下鉄車両が、新品のような見た目で走っているし、公園の遊具は、1ミリメートル以下の誤差で作られているんだ。マイケル・クライトンのライジングサンを読んだよ。既存の製品を完璧にしようとする日本人の姿勢が書かれていた。なぜ日本人にできてアメリカ人にできないのか。日本人は改善するからだ。計画的に辛抱強く継続的に改良を重ねていく。その結果、毎年のようにより安く、より小さく、より機能的になっていく。アメリカ人は常に急速な進化を求める。だからアメリカ人は場外ホームランを打ったらベンチに戻って腰を下ろす。しかし日本人は休むことなくヒットを打ち続け、決して腰を下ろさない。ほんとその通りで、日本人は野球選手でさえそうなんだ。イチロー曰く、打率2割2分で良ければホームランを40本打てるかもしれません。でも、誰もそれを望んではいないでしょう。俺も日本製を買ったよ。せいぜい80年ほどしか持たないし、食べ物も与えないといけないから、高くついたかもね。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。メイドインジャパンを応援している人は、高評価ボタンを押してくださいね。また、これだけは絶対日本製ってものがありましたら、お気軽にコメントをお願いします。新着動画を見逃さないために、チャンネル登録も忘れないでくださいね。